情と美容を届けるオフィスまゆみのあやちゃんと、はい、大西まゆみちゃんです。イエーイ。はい、はい、そうなんですね。今日はですね、はい、私たちのお昼のルーティーンをご紹介したいと思います。そして、私たちね、はい、お弁当をしっかり作ってきてるので、それもちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、このチャンネルが良かったら、はい、いいボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。改めまして、オフィスまゆみの西まゆみです。はい、はい、今日はですね、はい、はい、あやです。ごめんなさい。はい、大丈夫です。はい、息が合ってない。はい、今日はですね、私たちのお昼のルーティンですね、はい、をご紹介したいと思います。はい、ではあやちゃんからお願いします。はいはい、私たちは、はい、ご飯食べる前にまずすることがあって、うん、サプリメントを飲むということをするんですけど、うんうん、私は今本気のダイエット部やってるので、うん、飲んでるのがヤセジンとジョーカウジェル、これ2つとも飲んでます。はい、でもう一気にの作って飲んじゃってるんですけど、あ、ちょっと豆知識で、このなんていうんですか、こうスティック見分けがつきにくいんですけど、はい、この分かるかな、この横で S って書いてる、この横字に文字が入ってる方が、浄化オジェル、はい、でこう、ね、縦にこう文字が入ってるんですよ、印字されてる。こっちは、ヤセジンです。はい、でこれをもう一気に2つちょっと多めのお水に入れて飲んでます。はいはい、でこれぐらいね、もう満杯ぐらいお水入れて、うん、はい、飲んでます。はい、ちょっと水を入れてみます。これにもう2本同時に入れちゃってます。すごいね。はい、そうなんですよ、もうじゃないと飲み忘れてしまうので、はい、もういいやと思って、もういいやと思ってするか、ね、もう全部全部を全部一緒に2本入れちゃって、うん、でこれで飲んでます。でも山盛りです。はい、山盛りです。山盛りで飲んでるんですけど、はい、私はもう飲み慣れてるんであれですけど、もしかしたらちょっと苦いなっていう感じる人もいるかもしれない。はい、私、色付き、いや味付きの、お水に入れて飲むとすごく美味しいので、うんうん、味付きのお水に入れて、うん、例えば、ね、イロハスの中 の、うん、オレンジとかね、ごま味とかに入れるとすごい美味しいので、うんうん、ぜひ試してみてください。ヤセジンの味が苦手な人は、うんうん、そうやってね、ちょっと味付きのお水に入れて飲むと飲みやすくはなるかもしれないですね。うん、私は別に全然大丈夫なので、うん、このまま、うん、はい、浄化と2本入れて飲んでます。はい、これね、ヤセジン1日1本じゃないですか。うん、2本です。あ、2本か。はい、こうそしたらお昼と、うん、夜飲んでますね。はい、ちなみにまゆちゃんはお昼ご飯の前に何を飲んでますか。そうですね、はい、私はですね、青汁だけで、はい、浄化青汁、はい、済ましております。はい、でその後に私も、うん、ダイエット部で、はい、私はですね、部分痩せしたいんです。もうお腹周りとお尻周りとがちょっと嫌なので、うん、結構ね、私ヘルヘル3を飲んでると、うんうんうん、お腹周りがへこんでくる感じがするので、うんうん、食後にヘルヘルを飲んでます。じゃあ食前は浄化お汁だけですね。はい、浄化お汁だけで、食後にヘルヘル3、はい、はい、お、はい、はい、ということです。はい、では私も、はい、飲みますか。食前に、はい、食前に、ちょっと飲みますね。はい、はいはい、これですね、このお水に。はい、という感じでね、はい、もうね、はい、食べる前、あ、ごめんなさい、はい、忙しいんです。食べる前に、はい、しっかりね、はいはい、必ず私たちはね、結構外食とかしたり、みんなでどっかに行ったりするときも、例えばオフィスでみんなで青汁飲んでからご飯に行ったりとかするくらい、浄化青汁は絶対ね、みんなね、飲んでますね、ご飯前には。これが癖ついたら、なんか飲まないと気持ち悪いですね。気持ち悪いね。はい、確かに。はい、っていう感じです。はい。はい、で、私、じゃあご飯ですね。ご飯なんですけど、はい、作りました。そんな毎日作ってないですよ。オフィスで頼む時もあるんですけど、今日は作って、おー、でもすごい、ごめんなさい、チャリで来たんですごい寄ってるんですけど、わかるかな、すごい、ご飯はこれはあれです、白ご飯を1合、え、違う、白ご飯2合に対して、うん、
玄米1入れてます。で玄米と白ご飯混ぜて炊いてます。おー、はい、でもう、この梅干しはもうね、あの自家製の梅干しと、これがもうタンパク質取りなさいと私たちはねめちゃくちゃ言われるんですよ、あの加圧の先生にね、はい、タンパク質取りなさいって言われるんで、これ鶏肉と、あとこう、なんだろう、見えるかな、トマトと、トマトがこっちに寄ってるな、トマトとモロヘイヤと、あとちょっと大豆のお豆みたいな感じです。はい、で、さっきの鶏肉はこの前まゆみちゃんがライブ配信の時に言ってた、はいはい、鶏肉に塩麹にちょっとつけて時間を置いてからオレンジでチンするだけ。おお、だからチキンサラダみたいな。あ、そうそうそう、うん、そんな味ですね。サラダチキンから、はい、チキンサラダね、サラダチキンみたいな味です。はい、でサラダに入れたらすごい、うんうん、めちゃくちゃいいなと思って、はい、はい、今タンパク質取ろうと思ってしっかり鶏肉とししてます。はい、はい、こんにちは。私も作ってきました、お弁当。じゃーん、まゆみちゃんもほぼほぼ、お、すごいワッパーメイクと。もういつもね、あの自分のためにお弁当を作らずに、なんかこう家族がお弁、家族のお弁当を作った後に自分の分を作るので、もう残りもいつも入れてるんですけど、今日はみんなに見せるためにすごい自分の分を作りました。じゃーん、すごい、おいしそう。こんな感じで続きました。すごい楽しい。自分のために作るってすごいですね。いいですね。すごい、うんうん、バランスよく色取りやすい。今日はね、朝から4つ頑張って作りました。みんな同じお弁当食べてます。家族でみんな同じ。いやでも美味しそう。まゆみちゃん料理上手だから、いろいろ卵焼きとかね。すごいね、作りました。はい、本当に美味しそう。バランスですね。はい。ことでね、でも私もこれだけではね、ちょっとタンパク質が足りません。うんうんうん、なのでいつも私は卵と納豆もいただいてます。はい、もうまゆみちゃんとまなちゃんは結構卵と納豆をオフィスで食べてるイメージがすごい。会社で食べようと思って、はい、あのタンパク質で納豆と卵ってすごくいいらしいので、うんうん、先生が、はい、はい、これはもう自分の、うん、あの習慣として会社で食べる、嫌いは別として体のために会社で食べれば忘れないからいつも会社でね習慣として食べてます。はい、あ、そうそう、それと私一応いつもお弁当食べるときに水筒これ持ってるんですけど、うん、この中にマルカンチャ入れてます。マルカンチャ、おー、すごいね、はいはい、そしたらマルカンチャも毎日飲めるので、うん、水筒にもう本当に、あの、なんていうんですかね、パックがありますよ、うん、こちらパックにこれをマルカンチャちょっと入れてお湯を注いで持ってきてて、で飲み終わったらまたオフィスでお湯入れて飲んでみたいな感じで、はい、気軽にマルカンチャが取れるようにはしてます。はい、はい、そんな感じです。飲みながら私は食べてます。はい、では、はいはい、こんな感じですね、はい、私たちのお昼ご飯はね、はい、ルーティンを紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、はい、皆さんもよかったら参考にしていただいたらいいかなと思います、はいはい、で、あの気になるサプリメントとかありましたら概要欄のにお店さん情報載せますので、はい、あのお店さん情報を見ていただいて近くのお店さんに行っていただいても OK ですし、近くにお店さんないわっていう方はですね、オフィスまゆみにお問い合わせいただいたり、オフィスまゆみのホームページ見ていただいたらいいかと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。今日も最後までありがとうございました。ありがとうございます。今から私たちご飯食べます。食べます。皆さん、こんにちは。ここからは大西真由美の嬉しいお知らせコーナーです。イエーイ。突然なんですが、皆さんこんな経験ないですか？あ、サプリ注文するの忘れてた、もう明日の分がないよとか、毎月注文するのめんどくさいなとか、そんな経験ありませんか？そんなね、皆様のお声をいただき、定期便ができました。イエーイ。毎月決まった日に商品をお届けする定期便です。皆様の毎日の健康のために、そして安心のために、定期便をぜひご利用ください。詳しくは下の概要欄のお店さん、またはオフィスまゆみの方までお問い合わせください。以上、
大西真由美から定期便のお知らせでした。